まりましたが、秋山三振、そしてバークレオファーストピッチャーゴロ、伊藤が点差まで追い上げた西武ライオンズですから、この今の一発ちょっと見たいところですね。これもね、全部ツーとこう追い込んだ後のですね、まあ、インサイドにちょっと近い、ストレートをね、はい、まあ、見事に表に打たれましたけどもね。今日ホームランを放っていますバナザード、そしてこれまたスリーランを放っています。打った瞬間ホームランと分かった、この一発は有効じゃないですかと、こういうふうに言ってました。なるほど、陣内アナウンサーのリポートですが、確かにこの10点目の西武ライオンズに入ってまいりました1年目、2連勝だったんですが、どうも2連勝のところでこう足止め食らっちゃうんですね、まだね、まあ、せっかくね上をこう叩いて、はい、まあ、今オリックスがですね、こう5点ちょっとこう勢いがついてくれば、はい、オリックスの後ろ姿もですね、見えますよね。首位のオリックスと5位の西武のゲーム差は現在 8.5。 ちょっと取材があって話ですね、はい、そうしますとこの変化球攻めということになりますか。今のはしかしまっすぐでした、センターフライ、セカンドランナー三塁へ、ワンアウト三塁。まあ、ホームランここまで9本です。2割飛んで4輪です。なんかね、インサイドのその厳しく取らないんですね。あ、はい、アウトサイドはね、ボール 2,3 個外れても結構取りますよね、はい、だそういう意味でね、よりあのインサイ、日本の審判はインサイドのボールをこう取りすぎると。そうですか、大リーグ10年間の実績あります、123ホーマー。アイクセンフェアです。三塁ランナーホームイン、打った勝もセカンドへ、11点目が入りました。福岡、まあ、準先発全員安打というところでしょう。西武ファンにとってはどうしてこの投手男の西武がこれだけ、捕まらなきゃいけないんだと、今年はね、ちょっと違う、まあ、ちょっとリーグは違いますが、ヤクルトの伊藤も連勝7敗でね、結構今年はこういう長いトンネルの人も多いですね。さあ、ワンアウトランナーは二塁三塁、なおも容赦なく合うんでしょうね。あ、まあ、反対にそのこれもヒットになりそうです。これで2人帰りますか。2人帰りました。13コントロールの点で少しこう成長がまだ足りないなと、今日先発した渡辺ですね、バッターは岸川です。その中にホームランが3本、ツーストライク1ボール。本生隊員が猪俣の次のピッチャーということで、まあ今日も苦しいピッチングです。左中間に飛んでいます、